はい、ということでね、ロゼリアのドラムのね、もうこれ定番みたいなちょっとレッスンをしておきましょうか。まずね、ロゼリアといえば大体サビはね、足四分音符で叩くっていうのが多いね。それか裏打ちね。はい、これ2個できればあなたもロゼリアです。あとですね、僕がまあじゃあロゼリアの中でお気に入りフレーズということで、まあ、これもねロゼリアといえば当たり前みたいな感じでね、ツインペダルを使うんですね、普通バスね。まあこんな感じで、でシンガーライブっていう曲の、ですね、違うなフレーズ違うんかい。大体こういう手4つに足2個みたいなね、これ大体多いね。ちなみにめぐちゃんは前のタムでいくね。でも僕は低い方が好きなんでルフロアでいくねみたいな感じだね。うん、ロゼリアといえばこの3つ、復習すると、四分音符で叩く、で裏打ちで開ける、で大体手と足が絡む 4-2 とか 2-2 とかね。こんな感じが多いと思います。これであなたもロゼリア。